優勝戦二号艇の音藤次聡選手です。よろしくお願いします。お願いします。準優勝戦は二コースから差しての一着で優勝ということになったんですけれども、この準優勝戦振り返っていかがですか。まあそうですね。あのああいう侵入になって、はい、まあ僕も。 楽ししくレースができました、はい、今までに見たことのないような進入で、まずスタート展示で、2枠の山本選手が角にされました、はい、これでスローになってしまったんですが、はい、ここから自分はどうしようかなと考えたそうですね、考えました。はいはい、もうご自身が加角にしようかなと思ってらっしゃったんですもんね。そうですね、はいはい、ということで、1対5の2コース角からの差しということになったわけなんですが、今節、足の方相当マークされてますが。 そうですね、まあ、伸びがあのすごくいいので、前回、山口達也選手が仕上げて、優勝したエンジン、超伸び型、はい、でも、他の足も良さそうですね、そうですね、水面がいいので、はい、あの出足なんかもあの悪く見えないですね。そして優勝戦に弱くなんですが、コースはどううししましょう、まあ、基本はあの枠なりです。はい、はい でもダッシュで威力を見せてもいいぞと。そうですね。まあでも端末から起こせるなら、はい、あの全然威力はあると思います。はい。最後はその伸びをしっかり生かすために全速のスタートを決めたい。そうですね。あのしっかりいきたいと思います。はい。わかりました。今年はこれが三回目の輸出で前回の優勝は二千十四年六月の平和島となっております。優勝戦向けての一言お願いします。はい、えー。優勝戦乗れたのであのチャンスあると思います。えー、面白いレース。 あの本にに見に来てください応援お願いします。